ケイティブレイブは日本の競争は主な価値案は2017年の帝王賞2018年の川崎記念 JBC クラシック。8月30日に芝でのデビュー戦となったが6番人気での8着と、震わず、次戦からはダートに転向。2戦目9月12日の未勝利戦では12番人気の低評価ながら2着に構想。 続く9月26日の未勝利戦では、向こう正面で一気に先頭に立つと後続を突き放し、2着に小馬審査をつけて圧勝した。その後条件戦を3走したが3着、5着、3着となり、この年を終える。初戦となった1月17日の500万した競争は一番人気に応えて勝利したものの、続く2月21日のヒアシンス S は4着、4月3日の 複ー S, S は3着と勝ちきれない状態が続いた。重症初挑戦となった5月4日の兵庫チャンピオンシップでは、ヒアシンス S に勝利したゴールドドリームが1.3倍の圧倒的支持を受ける中で2番人気となったが、レースでは先手を取ると追ってきたゴールドドリームを直線で突き放し、7場審査の圧勝で重症初制覇を飾った。7月13日のジャパンダートダービーでは、 前走と同じく先手を取って、レースを引っ張り、競泳ギアには離されたもののゴールドドリームには再び先着する2着に逃げ粘った。8月7日のレパードステークスでは逃げ切りを図ったが、ゴール手前でグレンチェントに刺されて、首差の2着。1.7倍の指示を受けた9月17日のラジオ日本賞でも先手を取ったが、追い込んできた名称住友に交わされ2着となった。 続く10月4日の白山大将天は2番手で、競馬を進めて、直線で先頭に立ち、後続の追走を振り切って優勝。自走11月22日の浦和記念では1.7倍の一番人気に押され、2番手から向こう正面で先頭を奪うと、2着クリソライトを4馬身引き離して、重賞連勝を飾った。年内最終戦となる12月15日の名古屋グランプリでも、 圧倒的支持を受け先頭に立って、レースを進めたが、2番手に位置していた前年優勝馬、アムールブリエに、直線入り口で交わされ、同馬から3馬審査の2着に敗れた。2016年兵庫チャンピオンシップ年明け初戦となった2月1日の川崎記念では2016年、最優秀ダートホースのサウンドトゥルーに次ぐ2番人気に押されたが、 逃げるオールブラッシュに突き放されて5着に終わった。続く2月19日のフェブラリーステークスはここまで騎乗していた、竹豊がコパノオリッキーに騎乗するため安状が公営名に乗り換わりとなり、11番人気での6着となった。福永祐一を安状に迎えた3月30日の名古屋大賞店ではスタートから先手を奪うと、そのまま逃げ切り、ピオネロに一番新反差をつけ、 交流重賞4勝目をマークした。しかし5月20日の平安ステークスは3コーナーで、一旦は先頭に立つも失速し後着に敗れる。6番人気で迎えた6月28日の、帝王賞は、スタートでつまずいて、今までの先行作とは一転して後方からのレースとなり、安状の福永が、もう終わったと思う展開となったが、直線で外から一気に足を伸ばすと、前を行く。 アオーデー、クリソライトを差し切り、最後は2着に一馬新さん、4差をつけ、J イプニー初制覇を果たした。9月27日の日本テレビ杯では一番人気に押され、逃げるモーニンの2番手で競馬を進めて、直線ではアポロケンタッキー、追ってきたサウンドトゥルートの4頭での叩き合いとなったが、外の2頭にかわされて3着。 続く11月3日の JBC クラシックでは、中段に控えて、直線で先頭に並びかけたが、外から追い込んできた、サウンドトゥルーに差し切られ2着となった。3番人気で迎えた、自走12月3日のチャンピオンズカップでは、コパノルッキーが逃げる、展開の中、1番人気のテーム迅速を追う形で、先段に位置を取って、直線で前を追ったが、 前の2頭との差を詰められず、後方から追い込んできたゴールドドリームにもかわされ4着に終わった。この年最後の出走となった12月29日の東京大賞典では一番人気に押されコパノリッキーを2番手から追走したが、直線ではコパノリッキーに差を分けられ、さらにサウンドトゥルーに刺されて3着となった。1月31日の川崎記念から始動し、 コースタートから花を奪うとそのまま戦闘を譲らず、直線ではリードを保ったままゴールして、ジェイプニーに照明を飾った。続いて2月18日のフェブラリーステークスに出走。本場を管理する、目の哲也長教師が定年を迎えるため、死の最後の GI として臨んだが、逃げた西剣者の符が再開、2番人気だった。先行勢のテーム迅速も12着という早い流れとなり、 三番手で競馬を進めたが11着に大敗した。その後、2月末での目や長教師の引退に伴って、杉山春樹級者へと天馬やした。3月14日のダイオライト記念では、アポロケンタッキーと共に一倍台の人気に押されて、先頭でレースを引っ張り、並んできたアポロケンタッキーを振り切って優勝。管理する杉山長教師にとっては、 初の重傷制覇となった。自走の6月28日帝王賞でも一番人気となり、ハイペースで逃げる低 A.M. 迅速を先段から追走したが、直線で叩き合いとなったゴールドドリームに首させり負けて2着に赤敗した。自走は初の海外遠征となる9月9日のコリアカップへの出走を予定していたが、正体が来なかったため10月3日の 日本テレビ坂月に出走。安城の福永が2週間前に落馬負傷したため、復帰初戦となったが一番人気に押され、二番手一層から直線で先頭に立つと、二着、アポロケンタッキーに庭審査をつけて勝利した。2018年 JBC クラシックその後は、京都競馬場で開催された11月3日の JBC クラシックに出走。 中央での勝利は2016年1月の条件戦が最後と戦績が振るわないため、重勝馬サンライズソア、オメガパフュームに次ぐ3番人気に止まった。レースでは中段に待機し、向こう正面から3コーナーにかけて前に進出すると、直線でサンライズソアをかわして先頭に立ち、追い込んできたオメガパフュームも振り切って優勝。J プニー3勝目を飾るとともに、 中央重賞初制覇を達成した。続く12月3日のチャンピオンズカップでは、ルヴァンスレーブに次ぐ2番人気に押されたが、集団待機から直線でも伸びず11着に敗退。安城の福永は、こんなに負ける馬じゃないとコメントし、直線で西日を気にしていたことを、敗因の一つに挙げた。年内最終戦として12月29日の東京大賞天に2番人気で、出走。 5番手で競馬を進めて、直線で行ったのは先頭に立ったものの、外から、オメガパフュームとゴールドドリームに刺されて3着となった。なお、2018年 JRA 賞最優秀、ダートホースの記者投票では1票を獲得している。年内初戦には3年連続の出走となる1月30日の川崎記念を選択し、単勝を追って1.2倍の圧倒的な支持を受けた。 道中は先段に位置を取って、直線で先頭に並びかけたが、うちのオールブラッシュとの間を割って伸びてきた三つ葉に差を開けられ、二身に位置、二差の二着となった。その後、3月30日に行われる、ドバイワールドカップの出走馬に選出され、招待を受諾。安城に、ジョアン・モレーラを迎えての参戦を予定していたが、レース前日に戦通を発症し、出走を取り消した。 その後さらに長年点を発症。緊急手術を行い、成功したものの復帰は秋を予定していると発表された。その後は長期休養を挟み、約8ヶ月ぶりの実践として11月28日の浦和記念に出走。暗状には短期免許で来日していたクリストフスミオンを迎える予定だったが、同期手が前日の調教中に負傷したため、 おか本君氏に乗り換わっての出走となった。レースではスタートから押して3番手に位置を取り、2周目の向こう正面で先頭に並びかけ、4コーナーで先頭に立つとそのまま後続の追走を振り切り、2着に3馬審査をつけて優勝。復帰初戦を勝利で飾るとともに、2016年の優勝以来3年ぶり2度目の浦和記念制覇となった。 自走12月29日の東京大賞典では、ゴールドドリーム、オメガパフュームと人気を分け合い3番人気で出走。コースタートから2番手を追走したが、直線半ばで逃げたアポロテネシーと共に失速し発着に、敗れた。年明け初戦として4年連続の出走となる1月29日の、川崎記念を選択、前年の JBC クラシック優勝場中和ウィザードが、 圧倒的支持を集める中で2番人気に押されたが、逃げの手を打ったレースでは2周目の3コーナーで早々に交代し6着に敗退。安城の森隊とは、流れの割に頑張れなかったですとコメントした。自走は、本場を所有する、滝本和義オーナーの要望により、安城に、初コンビとなる、長岡義人を迎えて2月23日の、 フェブラリーステークスに出走することが決定。同機手はデビュー9年目で GI 初起乗となったが、長年調教で本場に起乗していることを踏まえての再配であった。レースでは大きく人気を落とし、出走馬中最低人気の単勝オッズ142.6倍での出走となったが、ハイベースの中で中段に位置をとって、直線では外から足を伸ばし、 優勝した一番人気のモズアスコットには2馬ハン差を付けられたものの2着に入選。安城の長岡は1986年以降にデビューした JRA 機種の中で史上7人目となる中央 GI 発機場での3着以内を達成した。レース後、長岡は調教段階から馬とコミュニケーションを取ってきたことが繋がったと思う。乗せていただき感謝していますとコメント。 それでも、あそこまで行ったら、勝ちたかったですと、悔しさをあらわにしたが、滝本オーナーは、長岡くんが完璧な騎場をしてくれた。私にとっては勝ったも同然ですと喜んだ。その後は前走に引き続きマイル戦となる5月5日の、柏記念に出走。これ以降のレースでも安城は引き続き、長岡が務めることとなった。7頭立てながら、 モズアスコットやアルバンスレーブといったメンバーが揃い、単勝オッズは、中央勢でのブービー人気となる5番人気に止まった。レースでは、モズアスコットを前に見る形で5番手に位置を取り、4コーナーでナイラ地沿いを回って進出したものの、スローでの逃げに持ち込んでいた6番人気ワイドハラオとの差を詰めきれずにワシンサの2着でゴール。安状の長岡は、 滝本オーナーや杉山町教師、杉山旧社の皆様には、こういう舞台に立たせていただいたことを感謝しています。勝って恩返しをしたかったのですが、勝てなかったことが残念ですとコメントした。そして続く歌詞は記念で2着となった後、帝王賞に出走。大外枠のスタートから、序盤は後方に位置を取り、道中で位置取りを押し上げていったが、直線では伸びをかき6着に敗れた。 ありがとうございます。